これが今日のメニューです、ね、美味しそうでしょ。はいはいはい、今日のビールさんはプレミアムモルツカオルエールさんですね。美味しそう。はい、でこれを注ぎます。はいはい、注ぎます。美味しそう。はい、じゃあ夜勤お疲れ様でした。ひな祭りが明けでした。はい、いただきます。はい、おいしい、うん、ザ・プレミアム・ウォルツ生ビール、うん、カオルエールさんね、天然水生ビール、はい、牛角さんのですねキムチを使って、もやしで漬けたキムチナムルですね。キムナムですね。キムナムル、キムナムギルさん、はい、結構ファンです。はい、美人図よかったですよ。おすすめです。はい、マリカ上手ね、うん、結構職場のねマリカの上司の副市長さんとかもね作ったそうですよ。美味しいですね。はい、最高。基本はあけみさん、はい、うん、おいしいね。ありがとう。はいああ、夜勤明けはしみるね。しみます。はい、しゅな伊達巻き、ちょっと大きく切りすぎちゃったけどね、気分さんのねおひなさま祭りをね。はい、うん、うーん、桜の香りがねすごく美味しいっていうか、ほんのり甘くてね、伊達巻きですよ。はい、ちょっとねジャズかけましたよ。はい、ビールさんね、あー美味しいな。なんかね、うん、軽い感じだね。ライト、ライト、はいね。マリカ何食べようかっていうとねね、ナゲットさん、ね、いただきます。あ、はい、カリカリしてる、うん、うん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 、美味しいね。ナゲットがあるけど、最近マリッカが好きなのはね、セブンイレブンのナゲットさん、1個38円のやつね。ちっちゃいけどね、3つ4つ食べたらもう、ま、満足。はい、うん、キムナム、おいしい。キムナムさん、うん、合うな、ね、最高、めちゃめちゃおいしいですね。はい、ちょっとねビールをね継ぎたいと思います。
夜勤頑張りました。はい、ちゃったけどね、桜の伊達巻さんね、はい、うん、おいしい。甘くてね、なんかね、桜の香りでしょ、お菓子みたいやね、はい、なんか贅沢ね。桃の節句にね、あ、ちょっとね、お祝いしてもらえないので自分でお祝いしてもらっております。はい、でも自分で祝えるって幸せだね、うん、自分軸、うんうん、ね、自分にご褒美めっちゃ大事です。はい、ナムヒムナムね、ヒムナムギルさん名付けました。キムナムちゃん。今日のおそばはね、わかめそばなの。すんごいいい香りだよ。わかめたっぷり。髪にいいね。うん、おいしい。おっといけない。七味。ゆず七味さんね、ね、相棒いくぞ、いただきます。お、はいよ、ね、はい、ではいただきますよ。どうかな、違うよね。いただきます。うん、ゆずとね、醤油だしがさ、なんかお正月の感じ半端ない。うん、うん、おいしい。いけるんだろうね。まだまだコロナ真っ盛り。はい、またナゲットね。はい、うんうん、硬い硬いけどね、このカリカリ感が美味しいね。まあ柔らかいナゲットよりカリッとね、固めのナゲットの方が好きだな。はい、ポテトね、おいしい。このポテトおいしい。皮付きね、あのセブンさんで限定販売中、絶賛。どうぞ、おすすめ。はい、キムナム、キムナムさん、うん、キムナム最高だな。まあ一回作った、うん、うん、はい、ごま油とキムチの香りが最高だね。至福だね。思ったんですけど、てかね、今日ねちょっとね、患者さんにね結構すごいこと言われちゃって、なんとね初めてそういうこと言われたんですけど、いい人ぶってんじゃねえよって言われたんです。
まあいい人ぶってはいないけど、いい人な部分とそうでもない私はいますよって言ったんですよ。そしたらね、具合悪かったのかね、お薬バーってベーってね出されてね、はい、ちょっとショックでしたよね。でもまあそういうこともあるのかなと思って、やっぱりね、そんなつもりなくてもね、そういうふうにね思われることってあるかなって思いますね。はい、まあ頑張ってやっていこう。おう、はい、イエイイエイ、元気、大丈夫、これも一つのね、試練はね成功のね元っていうかね、大丈夫よ。はい、ありがとう、愚痴ました。はい、そば食べますよ。うんうんうん、わかめさんもね、うん、でもねきっとねうまく仲良く、良い方向性にね持ってってね差し上げたいと思ってます。はい、お仕事だしね、願いなので、はい、いい人ぶってるわけじゃないよってことで、はい、なんか歌おうかな。はい、心に
かりますよ、ラボちゃんも本当に忙しかったんで分かるんですよね。イタリア遊びたい気持ちはあるんですよ、はい、会いたい気持ちとかね。でもね、イタリア体がついていかない。もうやっぱりイタリア、はい、ですね。ブリッド美味しい、よく冷えてる。あなたはすごく会いたいね。あなた